にちは、クラフティーチャンネルめぐみんです。今日は見てください。これなんだかすごいでしょ。タコみたいでしょ。これね、実はこれやっと昨日できたんですっていう、これお星様、立体型のなんかお星様みたいな形。これね、実はちょっとクリスマスに向けてちょっと作りたいものがあって、そのためにちょっと立体の星型が欲しくて、ちょっと紙で作りたいなと思っていろいろちょっと SNS 系チェックしてたら、ドイツの方が結構たくさん、アップしてたのが、多分 3,4 年前に結構ブームだったのかな、よくわかんないんですけど、それを見つけて、で真似してちょっとね折ってみたのはいいけれど、もうね、見てこれ最初にやったやつ全然難しくって、一応 YouTube で動画になっててね、ちゃんと順番が説明されているにもかかわらず、例えば髪の色がね、なんかちょっとよく分かりにくい色使ってたりとか、説明がドイツ語でちょこちょこ書いてあったりして、さっぱり分かんなくて、でもなんかね、何本か YouTube 見たんだけどよく分からんと。でね、すごい試行錯誤して、まずサンプルだから適当に、いつものスクラップブッキング用の紙をこうねカットして作ってみようと思ってやったはいいんだけど、なかなかね難しくて、娘と一緒にやったら娘の方が先にこれねできたとか言って、ここの立体を作るのが難しくて、これはねなんと娘ちゃんの方が先にできて母できずっていうね。それでもうこう何度もやってこんなになっちゃってて、もうね、それでやっと昨日作れたんですよ。でね、これ多分作り方にコツがあるなっていろいろ分析してて分かって、なんかその辺をちょっと説明できたらなと思って、ちょっと動画に残そうかなと思いました。でまだねちょっとね簡単に説明できるもの学べてないっていうか、分かんないの。何度も見てんのにどうしてもわからないのは、これは私のおつむの問題か、娘もできたのになんで母できないみたいなね。なんだけど、これできたら絶対可愛いと思いませんか。これ多分ね、シルバーとかゴールドとか赤とかグリーンとか、クリスマスの多分星だから、メタリック系の紙がいいかな。リボンでもできそうな気がしていて、でちょっとねやってみようかなと思って、まさに真剣勝負な感じのちょっとクラフティーチャンネルやっていきたいと思うんですけど、でね、昨日はちょっと試しにやってみたのが、これ一回できたからちょっとお花で星は変だなと思って、ちょっとクリスマスっぽいカラーがいいなと思って、こんなねちょっとこれ好きなんですよね、なんかウッド北欧系な感じの紙で、ちょうどねこの四角がこのラインでやってこうちょうど半分に折ったりするんでちょうどいいじゃんと思ってやってみようと思ったらね、なんかサイズが合わなくって、なんか新しいバージョン編み出しました、自分で。これこんなになっちゃった、足りなくて、ここが立体にできなくてね、しかも平面っていうね。でやっぱダメだなと思って、これをちょっと細めにして、はいタコちゃん、はい、できません、わかりません、助けてって感じでできないの。だからもうちょっとしたらできるかなと思って、昨日奇跡的にできた1個があるので、ちょっとねこれなんかおしゃれでしょって思うのは私だけ、なんかね色を考えた方がいいかもねって感じなんですけど、色合わせというか模様柄の入り方とかね、なんかその辺もちょっといろいろ研究してそれをお伝えできたらなと思っています。ということで今日は予告編、なんかもう真剣勝負で立体星作るぞのお知らせでした。それじゃあまたね、バイバーイ。